元正天皇、即位おめでとうございます。よく言いますね。すべてそなたの筋書き通りではありませんか。母の元明天皇を即位させたのもどうせそなたであろう。すべてお人の王子のためです。平城京に遷都したのもか。はい、その通りです。不服ですか。興味があって聞いただけじゃ。別にそなたが何をしようと、天皇家が安泰であればそれでいい。藤原家が繁栄しようがしまいが、私には関係のないことです。私にとっては何よりのお言葉です。しかし考えたものよ。自分の娘を門務とお人の王子に嫁がせると。天皇家とのつながりを強固にするためです。お坂部が言っていた通り、思ったことをすべて口に出してしまうのですね。昔からの性格でして、今さらどうしようもありません。まあよい。不人よ、お家を繁栄させるのもいいですが、政治の方もしっかりしてくださいよ。分かっております。大宝律令に過失と修正を施した新たな律令が完成するのも時間の問題かと。ならいいです。では私はこれで。不人よ。はい。本当に左大臣にはならないのですか。元明天皇の時にも申しましたが、私が左大臣になれば誰かが右大臣の席に着くことになります。そうなれば私もここまで自由に動くことができなくなりますから、あえて右大臣のままでいるのです。今のそなたに対抗できるものなんているのですか。ほとんどおりません。強いて名前を挙げるとしたら長屋王ぐらいですかね。藤原の鎌足の息子、藤原の不人は日下部の王子に仕えていました。その頃から法律と文筆の才が高く評価されていて、689年には判事に任命されています。日下部の王子に仕えていた経歴から、飛鳥清見原領の編纂に参加していたのではないかとも言われています。不人殿、長屋王いかがした。元正天皇即位に対して祝いの言葉を述べに。そうか、私はもう済ませたから失礼するよ。不人殿は左大臣になられないのですか。私の実力で左大臣になれるのはせいぜい死んだ時ぐらいだよ。またまたそのような謙遜を。もし不人殿がその気なら、私から元正天皇に掛け合ってもいいです。余計なことはしなくてもいい。それとも私が右大臣のままでいると何か不都合があるのか。いや、そのようなことはありません。出過ぎたことを申しました。まあいい、意見を言えるのは大事な能力だ。皇族でもない男が大きい顔をしよって、今に見ておれ。元正天皇が即位した翌年の716年に、不人は自分の娘光明氏をお人の王子、後の聖武天皇に嫁がせます。これにより天皇家と藤原家のつながりは今まで以上に強固なものになっていきます。しかしこれを面白く思わないのが天武天皇の孫である長屋王です。貴族である不人が政治の中心にいるということが更新政治の概念から外れていたからです。父上、よからぬ噂を耳にしました。噂？長屋王が舎人親王と頻繁に会っているという噂です。歴史書の編纂のことで会っているのではないか。それは舎人親王が任されている事業ではないですか。それに補佐が必要であれば右大臣である父上が担当すればいいのです。長屋王が口を出す必要はありません。長屋王は大納言だ。せめて殿をつけろ、ムチマロ。それに声が大きい。誰が聞いているかわからんというのに。子供の頃からこれなんだ。もう治らない。開き直るな。それよりも何か手を打たないと。放っておけ。今は律令の修正で忙しい。あんな男に構ってる暇はない。父上。
父上、大丈夫ですか？ここ最近無理をしすぎたようじゃ。私は少し休む。あとは任せたぞ。ちょっと、父上。国のために尽力し、大きな権力を手にしてきた藤原不人でしたが、病には勝てず、720年に最後の時を迎えます。父上。みんな、揃っておるか。はい。私が死んだ後は、必ず長屋王が政権の中心になる。だが天皇ではない。天皇になるのは、光明氏が嫁いだお人の王子だ。そして、二人の子供がまた天皇になる。藤原が途絶えることはないはずだ。しかし、予想外のことが起こるのがこの世の中だ。その時にお主ら四兄弟の支えが必ず必要になる。協力し合って、この国と藤原氏を守っていくのだぞ。分かっております。必ず。父上ほどの功績を上げることはできなかったが、私もそこそこ頑張ったであろう。いい人生だった。藤原不人死す。鎌足の息子として生まれ、国と藤原家繁栄のために尽力してきた男は62歳で生涯の幕を閉じます。死後その功績が認められ、太政大臣に就任したことが伝わっています。そんな不人の政敵である長屋王は左大臣になり、権力を振るいました。さて、次回の百花繚乱歴史伝は、藤原不人の死んだ年に完成した歴史書日本書紀にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。